2日に韓国と引き分け、勝ち点2で、自力での予選突破が消滅した、なでしこは、ジャパン4日に中国と対戦する、この負けられない一戦の相手には、美人すぎるゴールキーパーがいる、身長、187センチの中国、ゴールキーパー、チャオリーナーは、すらりと伸びた手足が特徴的なモデル体型の24歳、愛らしいルックスから母国では、中国の花と称されるほど人気を集め、今大会で来日後は、大阪でメイク道具を、ちょっとだけ購入し買いならぬ、プチ買いで美容にも手を入れている、ところが、趣味はロック、キュートな笑顔と、裏腹にプライベートでも、バンドを組んでドラムを叩くなど、ラップも魅力的だ、日本の人気、ロックバンド、ワンオク。ロックがお気に入りというが、CD を買いに行ったけど、見つけられなかったと残念だった、容姿だけでなく、ピッチでの実力も高い。12月に行われたFIFAランク1位の米国との国際親善試合では21本ものシュートを浴びたものの攻守で1対0の完封勝利に貢献、勝ち点4で2位に位置する中国のゴールキーパーは、日本は同じ選手がずっと一緒にプレーしているのでもっと強いはずと警戒しつつも、自信はある、状態もいいとニコリと笑った。中国は冒頭15分のみ練習を公開した。日本とは対照的に、緊張スタでの約1時間の公式練習を全て公開するなど余裕を見せた。崖っぷちのなでしこに、実力と美貌を兼ね備え、得た高い壁が立ちはだかる。